新州大学は、長野県松本市朝日3-1の1に本部を置く、日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、新大、新州大。本学は、1949年に、新八位大の一つである、旧西松本医科大学、旧西松本高等学校、旧西長野県立農林専門学校、旧西上田繊維専門学校。 旧姓長野工業専門学校、長野市販学校、長野青年市販学校を統合してできた国立大学である。8学部6研究科を設置し、2017年5月現在、学部学生数9127人、大学院生数1903人、計1 1 3 0人、教員数1156人。繊維学部行動繊維学部資料館。 登録有形文化財国内で唯一の学部である繊維学部を有している。2010年に100周年を迎えた。新州の地はかつてキートの産地であった。1910年、当時の最先端科学技術を背景に、産市に関する最初の高等教育機関、また、長野県下発の国立学校として、上田産市専門学校が設立された。その後、 繊維科学技術全般にわたる高等教育機関に発展し、1949年学生改革により、新州大学繊維学部として現在に至っている。科学、材料科学分野における世界屈指の学術機関であり、繊維に関する論文数は世界の10%弱を占め、そのうちファイバー工学分野における論文数およびナノファイバー分野における 論文引用数で世界一位である。南美濃はキャンパス並木道1945年、前身の長野県立農林専門学校の設立が認可され、1949年の新州大学、設置に伴い同校は農学部として新たに発足した。その後も学科名の変更、増設などを繰り返してきたが、1997年には、 三学科に統一され、2015年4月より三、学科生を農学生命科学科一学科に改組し、現在、学科は農学生命科学科のみとなった。本学部キャンパスは、稲キャンパスと呼ばれ、国立大学法人の中では最も標高が高い場所に位置している。学生は一年時は、全学教育機構で、共通教育を受け、二年次からは、稲キャンパスで、 講義や実験、実習などを受ける。人文学部校舎医学部資料室、登録有形文化財朝日、総合研究棟形繊維学部、行動登録有形文化財学部ごとに所属していた、教員を一元的に管理するため2014年4月に設置。キャンパスが県内に広く分散していることもあって、教員の一元的な管理、運営が難しく、 学内融合の阻害要因の一つになっていた。医学部附属病院 CEOE 形成プログラム21世紀 COE プログラムグローバル COE プログラム採択されているプログラム新州大学発ベンチャーを支援する制度を創設し2018年6月に第一人として10社団体を認定した。サイバーセキュリティ分野で2018年9月長野県警察 長野工業高等専門学校、民間企業のラックと協定を結んだ。それに先立つ2018年1月には、長野市に本社を置く電産の社員が准教授を兼務するクロスアポイントメント制度によるサイバー防衛強化にも取り組んでいる。バイオミメディクスについて非支電商事と共同研究組織を2018年設立。 2019年には長野県内の高速道路の一部を運営する中日本高速道路八王子支社と観光振興などの協定を新エネルギー産業技術総合開発機構と企業化支援の協定を長野県飯田市と工学部による部局協定を発展させた全学的な包括連携協定をそれぞれ締結。2020年2月17日 三井住友信託銀行及び企業支援会社2社と企業化要請に向けた協定を結んだ。社団法人畜麻会は、新州大学専医学部、新州大学専医学部専攻科、新州大学大学院専医学研究科、新州大学院工学系研究科、上田三市専門学校、上田専医専門学校の卒業生によって構成される同窓会組織である。 上田市をはじめ、全国に4つの支部を有する。旧分離学部校舎同校舎中には1919 19年開校の旧正松本高等学校の校地、校舎は分離学部に継承され長く使用されたが、朝日町地区へのキャンパス統合移転により1973年3月に廃止され同年に松本市に移管された。このように分散している様相から、時に、 タコ足大学と揶揄されることもある。これまでの統合化の動きの中で、一般教養は朝日キャンパスに集約されたが、学部、大学院教育は統合されず現在に至っている。学部の自立性が比較的高い。新州大学には画像情報ネットワークシステムが設置されており、一般教養と教職課程の授業ではネットワークを用いた映像中継による、 遠隔講義が行われている。しかし、専門教育は現状各キャンパスにて個々に行われており、例えば共通分野も少なく内戦に脳幹、繊維、交換の教育も遠隔講義は実施されていない。IT を用いたキャンパス間の有機的連携をどのように今後行っていくかが課題となっている。専門教育における連携の現状に比べ、 サークル活動などでの学生同士の連携は盛んであり、オール信頼として活動するサークルでは 100km 以上の距離を移動し、サークル活動に参加する学生の姿が見られる。旭キャンパスはかつて旧日本陸軍松本不評第50連隊の中屯地であった。キャンパスのうちにはその名残として赤レンガの両松湖が国の登録有形文化財に登録されている。 学生寮では、ほぼすべてが、自治寮として運営されている。例えば、旧制松本高等学校からの寮である、市政寮には、庶務部、生活部、水事部、文化部の4委員会と、それを統括する、総務委員会が組織され、この総務委員会を筆頭に各部が、それぞれの担当を持ち、寮を運営している。また、委員会活動や特に寮予算に関しては、半期ごとに、更新、 総括といった、両生全員での会議が行われ、特に両予算を会計監査がチェックする機構を持つ。全国的には、このような自治組織を持つ量が急速に減っている中で、高い自治能力を持つ学生量が複数残っていることは、比較的珍しく、新州大学の特徴の一つといえる。学生量が自治量として維持できる理由は、両性自身の自治意識が、 比較的高いことがまず挙げられる。加えて、そもそも、長野県には、自治、独立の気風があることも影響していると考えられる。また、日本の自治学生寮はしばしば特定の政治思想を持った団体との関係を持つことがあるが、新州大学の学生寮は、基本的にすべて政治的、思想的、宗教的に中立であることも考えられる。 領事知識の高さを物語るエピソードとしては、農学部キャンパス成協設立運動がある。昭和60年に農学部キャンパス内にあった食堂が、経営不振のため突然閉鎖され、両食堂との統合案が示された。領事知の精神から、対案は、学生自らが決めるべきと考えた、中原両生は、両食堂とキャンパス内食堂の維持と、以前からの懸案事項であった。 書籍店の学内への設置案を示し運動を始めた。これが全学的な政教設立運動に発展し、農学部キャンパスへの政教食堂、書籍部の設立に至った。特筆すべきは、この運動が特定の政治思想、団体に関係することなく行われたことである。いわゆる学生運動の時代がすでに過去のものとなっており、全国的に大学や 寮の自治意識低下がすでに始まっていた昭和60年代にあって、なお全額を巻き込むような運動を行うパワーを寮が維持できていたことは記録に留めておくべきであろう。しかし近年日本全国レベルで自治意識の低下が見られる中、新州大学寮もその例に漏れず、存続の動向が気になる。閣寮の連合体として、 新州大学学生寮自治連合が存在したが、平成7年より活動を凍結している。一方で、寮長会議を定期的に開催し、学寮間の連絡を図る努力は重ねられている。旧制高校での青春を描いたドクトルマンボー青春期には、旧制松本高等学校の市政寮での実話が綴られている。新制大学に移行後も、木造の旧市政寮は、 新州大学の学生寮として昭和58年まで使用され、かつて多くの高校生がこの著書を読み、新州大学の学生寮に憧れ、その門をくぐった。学友会所属、サークル、その他団体の3組織に分かれて構成されている。活動成績は各ホームページ参照。公式野球部は関子新学生野球連盟に加盟している。 連盟発足年の1993年は一部に所属していたが、翌年1994年周期に一部で再開となり入れ替え戦に負けたため二部に降格。その後は二部以下での優勝はあるが一部への昇格はできず、一部での優勝はまだない。各キャンパスごとに名称がついている。以下の通りである。ホワイトスペーストックに認定され、 実験試験局による実証実験を実施。エリア放送の制度化後は、長野県発の地上一般放送局の免許を取得、寝台キャンパス放送として、ワンセグ放送を実施してきたが、2018年3月31日、廃止した。校内に地上一般放送局3局を設置していた。広報資料、プレスリリースなど一時資料規定学生募集要項。 ありがとうございます。